こんばんは、カリマミントです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は昨年の11月に参加した音のしずくのあやさんのワークショップの様子をお届けします。あやさんのワークショップはペンダントカリンバ作りのワークショップ、17音カリンバ作りのワークショップに続いて3回目です。お目当てはこの可愛い猫リンバです。今回は娘が挑戦しました。まずはボディに鉛筆で下書きをして、バーニングペンで下書きをなぞります。そしてボディに蜜蝋を塗りました。これは枕木を選ばせてもらっているところですね。娘が難しいところはあやさんが手伝ってくださいました。キーを取り付けて押さえ棒をネジで留めて固定します。触りを選んで取り付けたら完成です。私は音守りを購入しました。はい、完成したものがこちらになります。ここにね、娘の名前が彫ってあるのでちょっとシールで隠していますが、猫の耳と、あとここは首輪をつけたみたいです。私が購入したのはこちらの音守りです。お守りのようにちっちゃくて可愛いんですが、ペンダントとして使うことができます。琉球音階のものを選びました。はい、というわけでまたまた可愛いカリンバが増えてしまいました。ちなみにペンダントカリンバと音守りのサイズ感はこんな感じです。今回伺った行くのみんなの文化祭では、他にも様々なワークショップがあったり、食べ物の出店もあったりしてとても楽しかったので、また今年も開催されたらぜひ行ってみたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。演奏曲のリクエストはコメント欄へどうぞ。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。